アジア通貨危機、アジア通貨危機、アジア通貨危機とは1997年7月よりタイを中心に始まったアジア各国の急激な通貨下落、減価減少である。東アジア、東南アジアの各国経済に大きな悪影響を及ぼした。アジアの通貨下落はアメリカ合衆国のヘッジファンドを主とした 機関投資家による通貨の空売りに弱気されたものである。協議には、アジア各国における、自国通貨の為替レート暴落のみをすが、抗議には、これによって起こった、金融危機、アジア金融危機を含む、経済危機を指す。前述の対インドネシア、韓国はその経済に、大きな打撃を受け、IMF 管理に入った。マレーシア・フィリピン、香港は、ある程度の打撃をかぶった。 中国と台湾は直接の影響はなかったものの、前述の国々と関連して影響を受けた。日本に関しては、融資の焦げ付きが爆発した。また、緊縮財政と消費税増税のタイミングが重なった。結果、1997年と1998年における金融危機の引き金の一つとなった。そして1998年9月の 日本銀行政策金利引き下げ、10月7から8日の日本円急騰、2日間で20円の急騰、10月23日に日本長期信用銀行の破綻と国有化、12月13日に日本再建信用銀行の国有化へとつなが一元の金融不安の原因となった。また新興国における通貨不安はアジアにとどまらず、 1998年8月17日からのロシア通貨危機、1999年1月、ブラジル通貨危機など、その他の経済圏でも同様の混乱を招いた。日本、台湾、フィリピンを除くアジアのほとんどの国家は、米ドルと自国通貨の為替レートを固定するドルペック製を採用していた。それまではドル安の状態で、比較的通貨の相場は、 安定していた。また、欧米諸国は、固定相場制の中で金利を高めに誘導し、リザヤを求める外国資本の流入を促し資本を蓄積していた。一方でアジアは、輸出需要で、経済成長するという成長システムを採用していた。中でも太陽国は、このパターンの典型的な成長システムであり、慢性的な形状赤字であった。また、 アジアの国際分業体制は1992年以降の中国改革開放政策の推進により構造的な変化が生じていた。そのため東南アジアに展開していた日系、欧米系企業の多くが当時人件費の安かった中国本土への生産シフトを強めていた。1995年以降、 アメリカ合衆国の長期景気回復による経常収支やカジの経済政策として強いドル政策が採用されアメリカ合衆国ドルが高めに推移するようになった。これに連動する形でアジア各国の通貨が上昇、増加しその結果アジア諸国の輸出は伸び悩む展開となった。これらの国々に資本を投じていた投資家らは経済成長の持続可能性に疑問を抱くように なった。そこに目をつけたのが、欧米のヘッジファンドである。ヘッジファンドは、アジアの経済状況と為替レートの評価に、ズレが生じ、結果として、自国通貨が過大評価され始めていると考えた。そこで過大評価された通貨に空売りを仕掛け、安くなったところで買い戻せば利益が出る。1992年に、イギリスで起こしたポンド危機と同じ構図である。 ほとんどの国家でドルペック制が取られていたため、ヘッジファンドは売り崩せれば巨額の利益を得られる一方で、たとえ失敗したとしても、アジア諸国の為替レートが上昇していくため、損を被るという可能性は低く、この非対称性が大規模な通貨への売り仕掛けを呼ぶこととなった。各して、ヘッジファンドが通貨の空売りを仕掛け、買い支えることができない。 アジア各国の為替レートは変動相場制を導入せざるを得ない状況に追い込まれ通貨価格が急激に下落した。1998年には5つの国と地域がマイナス成長を記録し、アジア経済全体でマイナス0.1%成長にまで落ち込んだ。中国を除くとマイナス4.9%成長となる。タイは1993年に オフショア市場を開設した。1990年代のタイ経済は、それまで年間平均経済成長率9%を記録していたが、1996年に入ると、その成長も伸び悩みを見せ始めていた。この年、タイ王国は初めて貿易収支が赤字に転じた。1997年5月14日、15日にヘッジファンドがバーツ以下、 を売り浴びせる動きが出た。これに対して、タイ銀行は、通貨引下げを阻止するため外貨準備を切り崩して、買い支え、バーツのオーバーナイト借り入れレートを25から3000%に、高めるなどの非常手段を用いて対抗した。同年6月30日には、当時の首相、チャワリット・ヨンチャイユットが、通貨切り下げをしない、ヘッジファンドの攻撃に対する勝利宣言をしたものの、再び、 ヘッジファンドによる空売り構成が始まり、同年7月2日にバーツとドルのペック制は終わりを、告げ変動相場制に移行した。それまでの24.5ドルだった為替レートが一気に29ドル台にまで下がった。このため、国際通貨基金などは、同年8月11日、20日の2回に分けて172億ドルの救済を行った。 1998年1月には最低の56ドル台を記録する。対中央銀行が必死に自国通貨を買い支えるべく奮闘しながら果たせなかった様を指して血まみれのバーツとも呼ばれる。信用を失ったバーツの下落は止まらず、カワセレートは引き前24.5ドルだったが半年後には50ドルを下回った。この後、対象券取引所。 セットの時価総額指数である、セット指数は357.13、1997年の最高値は858.97、史上最高値は1994年の1753.73まで下落し、翌年には引き誤差安値である207.31、史上最高値の11.8%を記録した。それまで対外資金によってファイナンスされていた、 不動産バブルの崩壊に加え IMF が融資条件として課した政府支出の削減と利子率の引上げが景気後退期における総需要のさらなる減少を招くこともありそれまで好景気を謳歌していたタイ経済はあっという間に崩壊しタイでは企業の倒産リストラが相次ぎ失業者が街に溢れ返ったタイの通貨の変動を受けてバーツ経済圏にある ミャンマー、ベトナム、ラオス、カンボジアも少なからず打撃を受けた。IMF は40億ドル、世界銀行は15億ドル、アジア開発銀行は12億ドルの支援を行った。このほか、二国間支援として日本は40億ドル、表明し、アジア諸国へも二国間支援への働きかけを行い、二国間支援総額として105億ドルが支援された。 1990年にオフショア市場を開設したマレーシアは、1997年までに GDP、国内総生産の6%にも及ぶ膨大な借金を抱えていた。同年7月には、マレーシアの通貨リンギットがヘッジファンドによる売りの打撃を受け、同年8月17日、管理された変動相場制、事実上の固定相場制から、 変動相場制へ移行した。1997年初めに1ドルイコール2.5リンギット程度だったレートが年末には1ドルイコール5リンギット程度と50%減価した。これを受け S&P、スタンダードプアーズの国際格付けが下がった。1週間後にはマレーシア最大の名バンクの格付けが下げられ、同じ日に クアラルンプール証券取引所は1993年以来の最大の856ポイントもの落ち込みを記録した。同年10月2日には再びリンギットが下落し、マハティール・ビン・モハマド首相は資産のコントロールを発表した。しかし、マハティール首相が経済立て直しのため道路、鉄道開発、パイプライン計画を発表した同年の暮れには、 再三のリンギット値下がりがあった。翌年の1998年9月、リンギットはドルペック制営工事、し、1ドルイコール3.8、リンギットとなった。再生計画にもかかわらず1998年度は、経済が落ち込み、建設業は23.5%、工業は9%、農業は5.9%落ち込み、 GDP は実に6.5%下がった。インドネシアは、金融情勢も良好で200億ドル以上の外貨準備、90億ドル以上の貿易黒字を維持し、タイと違い緩やかなインフレーションを見せていたため、アジア通貨危機が始まった当初は、影響を指して受けなかった。それどころか、インドネシアの企業は、ドル建てで資金調達をしていたため、 ドルが上昇した時は逆にプラスに作用した。しかし、1997年7月にタイガ・バーツを変動相場制へ移行した時、インドネシアの通貨局が為替介入し、ルピアのレートを8%から12%に固定すると、ルピアは危機に見舞われた。同年8月にはルピアは変動相場制へ移行するが、これがルピアの値下がりを早めた。 法人負債がかさんでいることに、ルピアの激しい空売りなどに不安感があり、さらに下がり続け、同年9月には、ジャカルタ証券取引所が、市場裁定を記録した。これにより、格付け団体ムーディーズは、インドネシアの株のグレードを下げた。同年10月31日、IMF、世界銀行、アジア開発銀行は、総額230億ドルの支援を約束し、 翌11月1日には第二戦準備としては日本50億ドル、シンガポール、米国などを含む162億ドルの枠組みが決定された第二戦準備については結局使用されなかった。このほか、日本は単独でも11月の為替介入にも協力、翌1998年6月には日本輸出入銀行、現国際協力銀行を通じて、 ツーステップローン10億ドルを即時実行した。1999年2月には、新宮沢構想の一環として、総額24億ドルの信用供与を決定し、インドネシアへの金融支援に取り組んだ。この新宮沢構想によって、世界銀行、アジア開発銀行も追加支援の姿勢を打ち出すことになったという。夏に始まった通貨危機が、 インドネシアでは11月に波及したのは、インドネシアの企業が下期収支報告書を見てから初めて対策を取ったからだと言われる。インドネシアの企業はドル建てで負債を立てていたため、ルピア相場から見て借金が高くなり、さらにルピア相場が落ちることを恐れてドルを買い込んだ。この結果、通貨危機はインドネシア国内にインフレーションを起こし、 急激な食品価格の上昇とそれに対する暴動を招いた。また、アチェ、東ティモール、西パプアなど、反政府的な地域でも政府に対する反政府運動が激化した。32年にわたり、独裁者としてインドネシアを支配していたスハルト大統領は、インドネシア銀行の最高責任者を解任した。しかし事態は一向に収まらず、結局スハルトは辞職し、 ハビビが新大統領に就任した。1997年のヘッジファンドによるタイバーツのカラ売り開始により、フィリピン共和国政府は同年5月にフィリピン中央銀行の工程部合を1.25%まで上げた。同年の6月19日にはさらに2ポイント引き上げた。タイ政府が同年7月2日、バーツに変動相場制を導入すると逆に 自国通貨であるフィリピンペソを守るため、翌日もの金利を15%から24%まで上げた。香港は香港ドルを米ドルに固定していた。香港ドルも他の東南アジア各国と同じく1997年10月に打撃を受けた。しかし香港金融管理局は、 10億米ドル以上を投入し香港ドルを守り、変動相場制への移行を回避した。香港の株式市場は、ますます不安定になり、同年10月20日から23日までの間に、反戦指数は23%まで下がった。同年8月までに翌日もの金利は8、8%から23%まで上げられた。香港は、単なるドルペック制ではなく、 カレンシーボード制といい、自国の金融政策を放棄し、香港ドル発行の際には、米ドルの裏付けが必要であったためで、香港ドルの大量の売りがあると、香港ドルは、米ドルへ交換され、結果的に市中に出回る香港ドルの流通量が少なくなり、翌日もの金利が上昇し、金利上昇により、ヘッジファンドの空売りが耐えられなくなるためである。大韓民国は、 マクロ経済のファンダメンタルズが十分であったが、一方で、金融部門では不良債権を抱えてしまった。過剰な借金は経営判断で大きなミスを招き、経営交代を招いた。キア自動車の倒産を皮切りに、経済状態が悪化。国際通貨基金の援助を要請する事態となった。アジアの市場に異変を感じた、格付け機関のムーディーズは、 1997年7月に韓国の格付けを A1 から A3 まで落ちとた。さらに同年の11月にはバー2にまで格を落としたことで、すでに落ち込んでいた韓国の証券取引市場をさらに冷え込ませて、韓国経済を不審に落とし入れた。先進国協調の下で韓国に対する金融支援パッケージが組まれた。韓国が 通貨危機に際して1997年12月24日に IMF と合意した金融支援は総額580億ドル。このうち実際に支援が実施されたのは国際通貨基金の210億ドル、世界銀行の100億ドル、アジア開発銀行の40億ドル。これに加え、 第2戦準備として230億ドルが準備され、日本はその中で最大の100億ドルをコミットした。結局、第2戦準備金は使用されることはなく、貸し出されることはなかった。ソウル証券取引所は、同年11月7日に4%も落ち込み、翌日には1日の株価変動としては、史上最大の7%の下落を記録した。国際通貨基金に、 韓国が救済を申請したのが1997年11月21日で、この後 IMF がしっかりとした再建を行うか、どうかの不安感もわざわいして、11月24日には、さらに7.2%落ち込んだ。12月12日時点で、韓国の抱えていた民間短期対外債務残高は320億ドル。その借り入れ先の内訳は日本が118億ドル。 ヨーロッパ全体で118億ドル、アメリカ合衆国で42億ドルであったとされる。そして同年末に韓国はデフォルト寸前の状況にまで追い込まれた。これにより IMF が韓国の経済に介入し、現代グループなどに対して財閥解体が行われた。先に述べた日米欧の民間銀行に対する債務編サイクリノベ、リスケジューリングの成否が まさに韓国の国家破産を回避できるかどうかの鍵を握っていた。日本国政府は法銀に対して返済繰りノべの説得に奔走し、混乱する金融市場の中で法銀の合意を取り付け、1998年1月29日には日米を民間銀行団の短期債務繰りノべ交渉を妥結に導いた。これは市場に大きな安堵感を与え、 1>, 1月29日に1ドルイコール1678ウォンであった、為替レートは、翌1月30日には1524ウォンまで値を戻した。なお IMF は、韓国に対し救済融資をする傍ら、国債発行量に枠を定めた。しかし、韓国銀行は、通貨安定証券という名の事実上の国庫債券の発行に踏み切った。この高い利払いにより、 中央銀行は赤字決算に陥った。その後、近代中大統領によって海外からの証券投資に対する規制緩和がなされ、対外証券投資の流入が促進された。こうして韓国の国際収支は安定を取り戻していった。韓国では1997年の経済危機は朝鮮戦争以来最大の国難 IMF 危機と呼ばれている。 改革が必要だったにもかかわらず、問題の先送りが事態を大きくした原因だったのではと、イタブ特集2000にアジア通貨危機器の真相に似て、協計職が分析している。協計職は、近映像政権での経済担当であったが、近大中政権が開催した IMF 危機事態の責任を問う国会長聞会でにおいては、日本系の金融機関が、 日本国内の予想外の金融事情から短期再建の期延長を拒否し、1997年11月から12月に急に70億ドルを回収していったのが金融危機をもたらした原因だと決めつけ、それを予測できなかったのは当たり前で自分たち、金融当局には直接の責任配と主張した。この主張に対し、前政権を追求したかった近中政権は、 欧米系金融機関が資金を引き上げたのに対し、日本系金融機関は最後まで韓国金融機関への協調融資に応じていた、とらかにし、激しく非難した。ところがそれ以降、韓国内では、その主張が一人歩きし、アジア通貨危機は日本の資金引き上げによって引き起こされたとする新聞記事などが多く見られるが、それらは全く根拠がないものである。 中華人民共和国では、外国企業の進出が多く、金融システムにも問題があったにもかかわらず、国内全体の預金がほとんど国内口座にあった上、厳しい規制があったため、あまり影響を受けなかったと推測される。特に海外移入資本は、無論のこと、国内資本の自由な移動も規制されている段階であったほか、外国側替 元相場が事実上のドルペックであったにもかかわらず、為替取引に関する事前申請制を採用していたことが大きい。当時、中国が一人民元の切り下げを行うかに多大な関心が集まっていたが、とうとう切り下げは行われなかった。この時、中国が切り下げを行っていれば、通貨危機はさらに拡大していた可能性もある。 アメリカでは1997年10月27日、アジア経済への不安から、ダウ・ジョーンズ工業平均株価は554ポイントの株価下落を記録した。ニューヨーク証券取引所は、サーキットブレーカー制度が発動し、取引を停止した。アジア通貨危機器は消費者信頼関数の低下に、つながった。日本は2年間にわたり、 国際機関や G7 各国と協調し、当初の危機対応において、二国間支援の主導的な役割を果たした。また、一時的な資金不足を補填する流動性支援のみならず ODA を含む日本独の政策的金融手段を総動員し長期の安定的な資金を供与して、アジア各国の実体経済の回復と安定化に対して全力で取り組んだ。中でも、 IMF、セギン年次総会において発表された新宮座は、構想は、アジア諸国の実体経済回復のための円借款、油銀融資などによる中長期の資金支援を含む、合計300億ドル規模の資金支援スキームを意する、ものであり、一連の支援策の中でも最大級のもので、チェンマイイニシアティブに引き継がれた。この他にも、日本は、 人材育成等環境整備のための専門家派遣、研修員受け入れなどの技術協力や、食料、医療品などの緊急支援及び、人道、医療、保健対策面での無償資金協力もいった、詳細は外部リンク参照。一方、日本では、経済強行などの危機は直ちに発生しなかったが、危機に際して、東南アジアへの支援金の支出なども含め、 相応の経済的打撃を被っている。当時アジアでも特に著しい経済力を持ち、アジア各国へも工業製品を輸出する産業の多い日本は、それら各国の通貨危機器の影響も少なからず、覆っている。バブル崩壊後、カンフル景気など、ようやく内需主導の回復途上にあった日本経済は、橋本龍太郎政権の緊縮財政、消費税5%増税。 およびアジア通貨危機の影響などがもともと日本経済が抱えていた経済課題に合わさり1998年には実質マイナス成長に転じている就職氷河期第二次平成不況日本列島総不況以後平成金融不況の期間も含めてデフレーションが継続する経済停滞の期間を失われた20年と呼ぶインドネシアに対しては メガワティスティアーティスカルノプトリ大統領からの支援要請に応える形で、白石隆史京都大学教授、浅沼真史か、一橋大学教授、伊藤隆史東京大学教授らが、経済政策支援プロジェクトに参加して、助言にあたり、プロジェクトの事務局を中尾武彦財務省国際局開発政策課長や、大串博史外務省在インドネシア日本大使館一等所管らが、担った。 アジア通貨危機は関連諸国の経済に大きなダメージを与えただけでなくインドネシアやタイでは政権失脚の原因ともなった。特に注目されたのは海外からの借り入れが国家的な危機を引き起こした点である。公的債務か民間の債務かを問わず海外の短期的な資金に頼るリスクが浮き彫りになった。そのため海外資本のヘッジファンドや IMF に対して 反感を抱く者も,も現れた。アジア経済に対する不安感から、ユーロダラーは、質への逃避を起こし、ことごとく、アメリカへ回帰。新興市場への不信感から、ロシア財政危機、ブラジル危機をも招いた。一方、同通貨危機の影響をさほど受けなかった中国が、アジア地域の魅力的な投資対象として台頭する、流れも生んだ。この通貨危機の教訓から、 関連諸国は民間の対外借り入れにも慎重になり成長に必要な資金を国内貯蓄で賄う姿勢を強めた。結果としてアジア各国はこの通貨危機を経て外からの経済ショックに対する抵抗力を高めた。アジア諸国では外国からの資本導入にあたり IMF の推進してきた資本移動の自由化のもとで比較的短期のものを導入していたことも 問題拡大につながったと指摘されている。経済的に不安が生じた場合に流動性の高い資本が急速に流出し、傷口を広げたとされる。アジアの途上国では、高成長を背景に高金利政策を採用していた。一方で、90年バブルの崩壊以降米日の政策金利は極めて低利水準にあり、国際金融資本市場から短期資金を融通し、それを 国内向けの資金に、スワップ、超期金利スワップすることは、為替変動リスクを考慮した上でも、自国の民族資本による投資よりも有利であったところ、アジア通貨危機の発生により為替リスクの急騰と、途上国向け短期金利が高騰したことが、長期資金の急速な枯渇と、資金逃避をもたらした。加えて、IMF が融資の条件として、 景気後退期に緊縮財政や高金利政策を課したことが危機をより深刻なものとしたとの評価もある。東南アジア諸国の経済成長システムが1990年代のアメリカ経済成長システムと著しく似通っていたのが根本的な危機の要因であるとの評価もある。同じ投資加熱を起こす国であるならより信用のあるアメリカへと資本が逃避することになるため、 東南アジア諸国の成長システムは経済のバランシング、見えざる手により破壊されることになったとの見解もある。金融政策面ではアジア各国が事実上の固定相場制を採用していながら各国独自の経済状況に合わせた金融政策と自由な資本移動を追求した結果としての 国際金融のトリレンマの破綻が典型的に大規模で非対象の通貨投機を招いたと分析されている。中国が通貨攻撃の直接的影響を免れたのはトリレンマの理論上整合的であり、資本の自由移動を厳しく制限していたためである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。